はい、皆さん、こんにちは。宇宙人のアマチュアカメラマン、カメラ小僧、ミスターミラレスです。それで今日はですね、しょうもないんですけども、私悩みましたよ。悩んだんでね、多分悩む私と一緒でね、私より、偏差値じゃないな、赤いあれは。知能指数じゃなくて、あれ何言うんだったかね、周りが低い人は、多分悩むと思いますよ。まあそれでね、今日は、宇宙人が教えたくないけど教えます。宇宙人私ね、V リーグ女子バレーボール写真撮影のための試合日程のホームページ調べ方。今年は悩みましたよ。まあ、悩んでるかね、もともとね、今年もどうしようかなと思って、ね、実はね、今年、まあ今2024年の9月ですけどね、2024年9月なんですよ、今。ですけど、この2024年のね、春いうかね、私がいろいろ写真撮りたかった方がね、対談したんよね。例の、ちょっとショックだったのがね、岡山シーガールズ。シーガールじゃない、シーガールズよ。シーガールズじゃないんじゃいって。あれ、岡山シーガールズ、シーガールズって、いつも迷うんよね。シーガールズじゃけね。岡山シーガールズじゃないですからね。シーガールズですよ。でね、あれの宮下遥選手がね、引退してね、まあ、一番ファンだったんだけどね、私もね。宇宙人が一番ファンでしたよ。で、対談されましたんでね、なんか宇宙に帰るってね。宇宙には帰らん言うて、あ、宇宙に帰るは地球も宇宙じゃけね。で、まあ、とりあえずね、対談しちゃったんでね、写真撮影がね、もうできんからね、ちょっととりあえずもうやる気がないなってきたというかね。ただまあ、小賀サリーナ選手、NEC レッドロケット。ロケットじゃないよって、NEC レッドロケッツよ。NEC レッドロケッツ。NEC レッドロケットってね、私ね、最初 NEC レッドロケット、NEC、富士通レッドロケットって言いそうなってね、最初。いや、NEC レッドロケットじゃないってね。いや、レッドロケットじゃなくて、レッドロケッツね。ロケッツよね、あれ。なんでロケッツなんじゃろ。ロケットの方がいいよね、あれ。まあ、前に書いて。小賀サリナさんがね、サリナ選手がね、西田さんいう人とね、結婚されたしね。それでまあ、まあ、ショックもあったけど、まあ、まあ、それはまあね、幸せなことだけどね、いいことなんだけど、引退されましたからね、この間、対談か。対談と引退の違いは何段階でね、まあ、まあ、どっちにしてもね、やめちゃったからね、じゃあもうどうしようか、思うて、じゃあ、なんか、アラン・マーレーかなんかに、小賀じゃないわ。小賀選手じゃなくて、菅原文太選手じゃなくて、菅原文太ってトラック野郎書いて、あれ、ヤクザ映画か、あれは。まあ、菅原文太じゃなくて、菅原、三号じゃん。菅原道真じゃなくて、菅原、ちょっと下が思い出せんな。ちょっと忘れた。ごめんなさい。宇宙人もね、記憶が悪くなってね。あの人は、まあ、とにかく菅原さん。菅原さんがね、やっぱり引退したのよね、今年。なんかね、バレーで撮影、写真撮影がね、ちょっとね、私もね、鈍ってくるよね、こうなるとね。でね、ちょっといろいろ、新たな下調べをね、せにゃいけんと思って、重い腰をね、上げてね、ホームページをね、要はここですよ、女子バレーボール写真撮影のためのね、試合日程ホームページ調べ方、
いつも通りね、開いたらね、2024年度版、2024年から、2025年、この2024年のこの10月から、10月からシリーズが始まりますんでね。で、25年の、まあ春ぐらいまでね、あるんですけど、秋から春ね、あるんだけども、去年の2023年とか、2023年から2024年とか、この前の分、2022から2023とかね、前ずーっと、まあ私、ホームページつついてね、調べよったんだけど、まあ同じような感じかなと思ったら、もう画面が全然違うとってね、なんかなと思って悩んで、やっと分かったよ。私もね、やっぱり頭悪いんだなと思ってね、悩んだですよ。ちょっとコンピューターはね、パソコンは得意なんですがね、悩みましたよ。で、多分ね、くどいても今日冒頭に言いましたけども、私より知能指数低い方はね、多分ね、悩まれる思いますよ。まあ、そのやり方を簡単に、コツじゃないけど、そこだけを、その出足だけを教えますんで。まあ、多分、知っとる人はなんじゃそれで、知っとるはそれぐらいわかるわ、ってね、私より知能指数上の人はね、思うでしょうけども、私、同等レベルの以下の人はね、多分悩むでしょうから、もう知っとる人はもうここで見んでいいと思いますけど、まあ今後ね、写真撮影行きたい、そのチームのことちょっと見てみたいいう人はね、ちょっと私今から説明しますんで、見てください。さあ、どうぞ。あ、それでは始めます。Google でですね、まあ V リーグ公式がなんかこうやって入れてもらって、まあ、こんな感じで適当に入れてもらってやると、まあ、こういうの出てきますよね。で、これ、検索したこれが出てくるんですが、ここジャパンバレーボールリーグ。まあ、私ここ読まなかったんでね、これ、今までこんな感じじゃなかった、まあ、こう、選んでたら、あら、ないな、いうことで、またずっと選んでったら、ないんですよ、2023年の時の分からの継続のがないんで、あら、おかしいな、たら、まあこれよく読んだら、ここ、8月1日から公式サイトリニューアルって書いてるんで、あ、これリニューアルしたんじゃいうことで、ここ、ジャパンバレーボールリーグ。まあ要するにこれを、この V リーグ公式かなんかでこう、検索してもらって、これを、とにかく選ぶと。選んだらこの画面が出て、この画面もね、今までと全然画面が違うんです。でね、これ悩んだんですよ、私。発見するのに、わかるこ、調べてやっとわかるのにね、まあ私はね、本当はね、頭悪いんでしょうけど、数時間かかりました。数時間。まあね、情けないんだけど、ただまあ、同じように悩む人おるかもしれないんで、一応ちょっと教えておきます。私のね、ホームページ見てられる方で、まあこれ知っとる人はね、そんな聞かんでもいい言われるとは思うんだけど、まあ知らん、わからん人おると思いますんで、一応言っときます。これね、ここ、じゃあどうしたらええんかいうことで、まあ例えばその、写真を撮りたいんだけど、まあ例えば私で言うたら、岡山シーガルズか、大野石油の、広島オイラーズってあるんですけども、これね、ここ V リーグってあるじゃないですか、ここ。左上これマウス見てもらったらわかると思うんですけど、V リーグ。これ見る限りね、なんか、これずっと今動きおんだけど、これ、ホーム、開幕戦って書いておるじゃないですか、これ。24年、25年。まあ、これじゃと思うじゃないですか、試合は全部。
これ見たらね、昔で言う V2 リーグなんですよ、これ。V3 もあるんか。V2 と V3 が混ざったんかな、これ。で、ここ見てもらおうたら、ウーマンリーグって書いてあるんだけど、これウーマン V リーグってことですからね、これ。ウーマンリーグじゃないですよ、これ。V リーグ。ウーマン V リーグね。で、これの、あ、じゃあ V リーグなんじゃなぁ思ったら、もう V1 も全部あるんかなぁ思ったらないんですよね。これ V、さっきも言うように V2 とか V3 の、昔で言うたら。まあ昔が去年ので言うたら。で、まあ私、広島オイラーズ見たいんで、ここ、広島オイラーズ、こう押すと、あら、ちょっとよくわからんなぁったら、まあこうチームでまあ例えばこう、選べれるんだけど、これ。広島オイラーズはあるよね、これ。でもこれ結局全部 V2 リーグと、V2 リーグか、これ全部。あ、V2 リーグと V3 リーグみたいな、昔で言うたらね。V2 と V3、V3 だと思うんですけど、ちょっと V3 なかったらあれなんだけど、確かこれ倉敷アブレイズって V3 だったと思うんだけど、ちょっとったらごめんなさい。で、まあ一応ね、V1 がないんでしょ、これ見たら。これ V リーグ、今 V リーグ、これ V リーグ選んだわけだけど、V リーグ行くことはもう V1、V2、V3 全部入ってる思うじゃないですか。ただこれ V2 と V3 しか入ってないんですよ、これ。これ広島オイラーズはあるんだけど、じゃあ、私の V、好きなね、V1 リーグ、岡山シーガルズが、シーガルズか、シーガルズ、あ、岡山シーガルズね。岡山シーガルズが、この中に入ってないんですよ。あれ、V1 がないじゃな、と。じゃあ、まあ、NEC レッドロケッツ、あるか思うたら、NEC レッドロケッツもないし。まあ、なんじゃろ、これ V、V1 入ってないじゃない、ことで。で、もう一回、ここ、今度ね、さっき、ここで、広島オイラーズ選んだ思うんだけども、ここの中に、あれがないんですよね、岡山シーガーズね、さっきも言うように。で、ここら辺押したらあるんかな、思ったら、なんか、ようわからんけど、こうなんか、なんか大同生命関係しとんかな、と思ってね。で、まあ、よくわからんのよ、これ見る限り。まあ、じっくり読めばいいよ。じっくり読めばいいけど、もう読むめんどくさいけ、読まんかったんだけどね、私も。要するにないわけですよ、いつ試合にっていうのが。なんのことはない。ここにあるんよ。V、リーグ、大同生命、SV リーグなってるの、これ。SV、こう字が見えんと思うんですけど。これね、ここ、これなんよ。これが、チーム、これ。これが、V1 リーグなんですよ。これ、岡山シーガルズじゃ、NEC レッドロケッツじゃね。まあ、アラン・マーレとか、まあ、いろいろある思うんですけども、私がよく見よったね。この、ウーマン。これ、大同生命。これが、V1、昔で言う V1 リーグなんだ。で、こっち、この右上のこの V リーグ選んだら、V リーグ選んだら、ここでチーム選手を選ぶと、これ、広島オイラーズとかね、フォレストリーブ熊本とか V2 リーグですよ、昔で言う。で、倉敷アブレイズと V3 だったのかな。ちょっと、ここ間違えたとごめんなさい、ほんと。ここなのよね。
要するに画面変わっとるね。昔はここに、面、男、ウーマン、女性で、ウーマンでもね、V1、ウーマン、V2、ウーマン、ウーメンか、ウーマンか、その、V3、三つ選べれるようになっとったんですよ。こっちもね、こっちも。男はワン、ツーしかなかったのかな。で、ちょっとはっきり覚えてないですけど、男の方は。男性の方はね。女性の方は、ウーマンはワン、ツー、スリーってこう選べれるようになっとったんです。ただ今、ウーマンはもうここで、1個で、チーム選んだらもうこれ、V2 と V3 だけですよ、これ。要するにこれしか出んけ、あら最初悩みよってね、どこに岡山シーガルズとか、その、あるんかなと思って、ない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 いうことで、こっちはね、男性の分じゃし、こっちは、あの、女性じゃけえて選んだら、こうやって選んだら、これ笑おうかなーいうことで、もう一回これ選んで、じゃあチームかなー思って、チーム選んだら、くどいけども、岡山シーガルズないでしょ、これ。で、なんじゃろ、これ、思ってね。何が V リーグはもう、V1 リーグは V リーグの中入ってないの。このこっちの V、大同生命のこっちのチームの中に、岡山シーガルズじゃ、NEC じゃね、入っとるんですよね。要するに、この大同生命、これ SV リーグ言うんだけど、問題はこれがね、悩んだんがね、なんでな、本当にね、悩むかって言ったら、さっきも言いましたけども、一番最初に、ここでね、あの、ほら、これか。V リーグで、ジャパンバレーボールリーグを選んだら、もう最初に、V、昔で言う V2、V3 が選ばれてるの、こう選んだら。これ V3、V2 じゃけ。V2、V3 じゃけ。昔で言うたらね。ここ、これで、これを選んだらもう最初がこれなんで。最初が、選んだ時これが出るんならいいんだけど、これならもう、この、昔で言う V1 リーグじゃけね。なんのことはない。これが出んかったんですよ、最初。画面がわからんで。もう全部、こっちの、この画面ばっかりだったっけ。ここ押しゃよかったん、ここ押してなかったっけね。これもちょっとようわからんでしょ、これなんかね。要はチケット買いたいわけじゃなくて、選手調べたかったんで、あの、結局、これで、チームの選手を調べたいわけで、チームを選んで、あの、じゃあ、あの、広島オイラーズには誰がおるか、今、いうことで、これ、選ぶじゃないですか。選んだときに、これがまたね、写真が出んのんですよ、これが。これがね、また写真出んでね、全部、他のチームも。でも、最後に、ここの公式、がありますんで、ここを選んだら、まあ、これ広島オイラーズの話ですけどね、ここでま、あと選手とかこう、ここをしたら、これ選手の人がこう出てきますんでね、こう、選手紹介で。だから、一番最初のこの、ここで、この最初のページでじゃあ、東京サンビームス、サンビームズか、に誰が選手を見て、こう見て選手、これの、選手選ん、チーム選んで、これ選んで、やっぱ出んのよね、これね。出んから、ここを押したら、まあ、こう、東京サンビームズが出ますんで、だったら、
これね、新しいサイトこっち立ち上げてますね、小池さん、議員の人が。まあこれでなんとなく分かってもらえたと思うんだけどね、多分ね、最初、すっごい分かりづらいんですよ。これも選手、スタッフここ選んだら、これ東京サンビームズの選手さんとかね、こう出るんだけど、一番最初の取っかかりのとこがね、とにかく去年までは V1、V2、V3 ってなっとったんだけど、今年からは大同生命の SV リーグが昔で言う V1。で、V リーグいうやつは昔で言う V2 リーグと V3 リーグで V1 は入ってないという感じでね、その、なんかね、わかりづらくなったけど、まあ、もう意味は、今はね、意味わかったんで、要はそういうことです。まあこれね、言っても大したことじゃないんだけど、悩む人おるじゃろうけ。まあ、要はそういうことです。で、まあ皆さんも、バレエのね、やっぱりファンの人の写真を撮り行ったらいいと思いますよ。まあそういうことです。今回は。チケットの買い方はまた別としてね。またそういうのも今度出すかもしれんけど、とりあえずは、選手を見るためにはそうやって見れば、見れますんで。じゃあ今日はご視聴ありがとうございました。